ボールは終えてないよね。ダメだ今の。おはようございます。はい、おはようございます。自宅まで来ちゃいましたよ。勝手に来ないで。いやいや、いろいろ話勝手に入ってこない。いや今日話をいろいろ聞かせてもらおうと思って来たんですよ。そうだったっけ。はい。まだ練習中ですか。え、いやもう終わるとこ。じゃあ練習終わったらちょっと話聞かせてくださいよ。いろいろね今日は中堅さんに今までのこの金子中堅という男はどうやってこう生まれてきたのかとかね、はあ、そういうのをちょっとねこのインタビューしたいなと思ってますよ。俺の話聞いて面白いかな。面白いですよ。っていうか、はい、ちょうどさ、はい、T シャツ着てるし、はい、下ジャージいやいや、やってみる。これ話だけでも大丈夫ですけど。ゴルフ上手くなりたいんでしょ。いやそれはなりたいですけど、いや、うん、何の練習をやってるんですか。これはね、めっちゃ短いクラブですよね。そう、体のこれジャンボのところで昔からやってるんだけど、長いクラブで、はい、あの左手の動きとか右手の動きとか、はいはい、特にこう短いクラブで体の動きをすごく使いやすい。へえ、ちょっと中継さん一回やってもらっていいですか。まあ、最初はこう左手一本で、はい、おお、ね、あとはまあ両手、ね、普通のドライバーと同じような感じで。だから体のこう体重移動とかさ、ええ、そういう要するに下半身でこうボールを飛ばすイメージをね、ちょっとやってみる。今日振るつもりで来てないんで。な、楽なことばっかりやってんじゃない。いや楽なことじゃなくて、はい、じゃあこれボールを上げるからさ。めちゃめちゃ重いじゃないですか、はい、え、そう、めちゃめちゃ重いっすよ。重いよこれ。びっくりしたんですよ。よく軽々と軽々と振ってましたよね。いやいや重い重い、めちゃくちゃ重いっすよ。どんなアイアンよりも重いですよ。これめちゃめちゃ重いですよ。うん、重い。あ、これ専用で作ってるんですか。うん、重っ。なんか本当にあの鉄球持ってるような君。これあの700グラムぐらい。はあ、じゃあ普通のドライバーの倍。倍以上。倍以上ある。ちょっと一回振ってみて。普通にドライバーに。ここにボールあると思う。はい。お、いいね。重っ。重っ。本当にそんなぐらい重いぞこれ。だから飛ばさないでよ。はい。連続でいきますから。え、うん、はい、はい、はい、重い、いい、いいね、はい、休まない、クラブが休まない、1からやり直すよ。すいません、はい、ラスト、オッケー、クラブが重い、いいよ。よくあんな軽々と振ってましたね。いや、で、はい、次、うん、これ終わんないから。うちはほら、一回練習始めたら、はい、あの、パッケージになってるね、それ全部やんないと、意味ないから、はい、ね、で、次は、はい、左手で、ね、上げて、下のリードで、はい、打つイメージ、下半身で、そう、うん、こういう、ちょっと一回やってみて。短く持って、はい、いや、重いんですか、これ。重いから、ちょっと短く、もうちょっと短めに持って。おい、手が曲がってる。こんなんじゃない。あ、そんなの曲がってない。肩と一緒に。オッケー。いくよ。いくよ。はい、いくよ。はい、はい、いくよ。皆さん、思ってる3倍重いです。はい。おお、重い。うるさいよ。え、ラスト。はい。本当は20回だけど、10回でいいよ。10! OK。あとの10回、両手でさっきのやつ。これは何に効いてくるんですか。これは手のこのリスト、カイナ、下半身の全部全身運動。まあ、確かに手だけで余るんですよ。うん、本当は20回だけど、10回で勘弁してあげたから、はい、その分10回両手で、はい、あ、なんかさっきより軽いぞ。1、はい、はい、ラスト、 OK、 よし、ちょっと休憩、よしよし、ちょっと片手ミカチってやってるんですよ。なんであんなに軽く上がんない、上がんないです、これ。本当にもっときついやつでいこうか。そっちは重いですか。これはもう、すっごい重い。これ、中継車打ってると、うん、全然重そうに見えないでしょ。これはもう、めちゃくちゃ重い。
軽いでしょ。え、ない軽いわけないでしょ。あ、こっちは軽い、こっちは軽い。でもあのやっぱりさっき左手一本でやったでしょ。これもまあ、だからこれは手で打とうと思ったら当たんない。あ、もうこういうなんとか体をこう揺さぶって、はい、こういう勢いでこう打たないと。あ、今のなんか中継さんのいつものスイングな感じ、ね、下半身がついていかないと、そう、腕だけだと触れない重さになってるんですね。触れないし、手が落っこっちゃうから、あ、全部天ぷらになっちゃう。はい、あで重いものを振るって体を使わなきゃ振れないっていう、うん、下半身のリードが意識できるってことですね。いや、スイング系のスポーツはさ、下半身の動きってのはもうこれはもうすごく重要だから、はい、うん、面白い練習ですね。まだ終わりじゃないよ、ワンパック、これは最初のね、トレーニング、ゴルフのトレーニング、はい、次行くからね、はい、ちょっと休憩します。休憩、じゃあ3分インタビュー、3分、インタビューはいい、インタビュー、全部や終わってからインタビュー、はい、じゃあ3分休憩させてください。